猫というととっても器用な前足を持った動物ということで、次はこちら。この2つのボタンを使って猫に気になる質問をしていきたいと思います。それでは早速挑戦する猫を呼んでみましょう。ミヤコ、私の後ろから登場です。やってきたのはミックスの女の子、お名前はミヤコちゃんと言います。それではまずこの質問からいきましょう。ミヤコちゃん、ミヤコこっち来て。今日の調子どう？調子はどうですか？みやこちゃん、どう？あ、ちょっとヒヤッとしましたけど、今日調子いいみたいです。じゃあ、みやこの好き嫌い聞いていこうかな。みやこちゃん、お願い質問させて、しっかり答えてね。私がいつもあげているキャットフード、好きですか？カリカリのやつ好き？どう？みやこ。カリカリのキャットフード好きじゃないみたいです。わかりました。今あげてるおやつお肉なんですけど、みやこちゃん、お肉は好きですか？お肉好き？どう？どうなの？お肉好きですか？今日本当に調子いいんですかね。じゃあね、私でも絶対丸を押してくれる質問を考えてきました。みやこちゃん、赤い方を押すんだよ。いい？みやこちゃんは、あ、そう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 、いい感じ。私の何のフェイントなんでしょう。もう一度いきましょう。みやこちゃん、よく考えてね。私のことだよ。いい？みやこ、私のこと好き？わかりました、こういうこと。はい、みやこちゃん、私のこと大好きってことだよね。うん、はい、できました。好き嫌いがはっきりしているみやことはここでお別れです。もう一度大きな拍手をお願いします。しっかり話し合っておきましょう。